愛系愛しのチャンネル登録者様、いつもご視聴ありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。本日なんですけれども、こちらのブラックニッカの4リットルをこちらの樽に詰めたものと、こちらアベラワーのニュースピリットをこちらのオークボトルに入れたものの2ヶ月後の、テイスティングレビューっていうことをやっていきたいなと思います。ではね、こちらから飲んでみたいなと思います。これはね、まあそんなにまずくなってないと思う。色はこれだいぶ濃いですね。濃すぎくんですね。こんなに濃くて大丈夫かっていうぐらい濃いですね。で、こっちについてはもう十分色はもうついてるんで、まあ前の動画見返していただけたらわかるんですけど、最初本当に真っ白だったんですよね。っていうところからこんな色までなったんで、ちょっとこれ以上やったらね、やりすぎかなって気もするんで、もう今日はね、こっちのボトルにボトリングしちゃおうと思います。はい。まあその前にね、一回飲んでみましょう。うん。あ、香りはでもそんな悪くないですね。なんだろう、変な樽香がついてることもないし。ただこれ元が 68.8% あるらしいんですけど、かなり強烈ですね。うん。あ、でもめっちゃうまい。なんか 甘みが増した気がしますね。アルコール度数何パーくらいあるんだろうな。アルコール度数がね、多分揮発して減ってるはずなんですよ。ボトルの中に入れてたとはいえ、ちょっと揮発してる気がするんで、ちょっとね、アルコール度数の変化も見てみましょうか。少々準備するんでお待ちください。はい、それではね、ちょっとこのアベラワーのウイスキーをスポイトに入れて、こちらの検査キットに付着させます。はい、こんな感じでね、付着させられたんで、それではね、見ていきましょう。前回何パーだったっけなぁ。まあちょうど 60% ってとこですね。ちょっとアウトカメラに切り替えます。今いい感じで映ってますね。こんな感じなんで、今ね、ちょうど60度のところにあるかなと思います。まあ、前回とそんなに変わりはないのかなって感じですね。1-2% くらい落ちてる気はするんですが、前回の時点でもうすでに 68% なかったんで、まあこんなもんかなと思います。はい。じゃあここにね、ちょうどスポイトがあるんで、スポイトで加水もしてみましょう。トワイスアップくらいでいいかな。トワイスアップ、で全然トワイスアップにするには量が足んないんですが、まあちょっとこれはこれで味の変化見てみましょうか。うん、 60% にふさわしくだいぶアルコール臭きついですね。アルコール臭きついですけど、あのその辺の安酒よりはだいぶ落ち着いてますね。これで 60% なんだみたいな、香りです。あうまいっすね。ちょっと薄めたらタルコも感じる気はするけど、それでもだいぶうまいです。これが、まあ、3000円ぐらいなのかな。3000円か4000円か忘れたけど、 60% でこの色味ってなんか相当お得感ありますよね。これはやってよかったな。さっきねトワイスアップまでいかなかったんで、もうちょい加水しています。まあ、なんなら元が 60% なんで、トワイスアップとは言わずにね、ちょい加水多めでもいいぐらいかなって気もします。はい、じゃこれぐらいでも飲んでみましょう。さらに薄めたんでね、もうちょっと開いてくるかなって感じがします。ああこうなってくると、もう今日ボトリングしようかと思ってたんですけど、なんかもうちょい寝かせてもいいような気もするんですけど、多分あんまりこれ以上やってもね、中身が全部蒸発してなくなっちゃいそうな気もするんで、僕まだまだ結構安酒を持っていたりするので、安酒をこの中に入れてちょっとグレードアップさせたいなっていう思いもあるんで、まあ悩ましいですけどね。十分これ今のこの状態なら飲める美味しいウイスキーになったと思うんで、これはもう今日サルベージボトリングしちゃおうかなと思います。うん、十分美味しいと思うんですけどね。まだでもうまくなるのかな。あとどんぐらい入ってんだろう。まあさすがにちょっとわからんちんですね。はい、さらにまた加水しました。これでまあだいたい 20% ぐらいになってんじゃないですかね、度数。じゃあ飲んでみます。うん、これはうまいな。まあでもアルコールのきつさはやっぱあるね。もうちょい置いてみたい気もするけど、今のはまあまあでも十分うまいから、下手に味が崩れないうちにもうボトリングしちゃいましょうか。一旦この中入れてみて、どんぐらい容量があるのか見てみたいと思います。まだ容量が全然あるんだったらもう一回戻してやってもいいかなって気がするんですけど、蒸発しちゃっても結局意味なくなっちゃうんで難しいところではあるんですが、一回じゃあボトルに戻してみましょう。多分ね、檻的なものが出てくる気がするんで、フィルターを使います。結構入ってんのかな、でもこれは。これだいぶ色濃いですね。相当、バーボンでもこんな濃い色のウイスキー見たことないんで、これはもうこんぐらいにしておきましょうか。なんかあんまりやりすぎてもね、シェリーダルかよっていうぐらい、シェリーダルかバーボンのやりすぎちゃったやつみたいな、だいぶ色濃すぎ事件ですね。味はそんなに
悪くなってないんでいいと思うんですけど、これはすごいですね、まさか。で、見ていただければ分かると思うんですけど、ここに、まあ、こういうオークエレメンツ的なものを入れて熟成をサポートするっていうやつですね。そんなのも入ってます。これいいですね。なかなか、なんか見た目だけ見たら結構高級感のあるウイスキーなんじゃないかなと思います。結構でも自分でも飲んだからなのか蒸発したからなのか分からん感じになっちゃったけど、うん、まあニュースピリットがねこんな色になったらちょっといいんじゃないですか。実際美味しいし、これはいい買い物したなと思います。はい、でボトルにこの蓋をしてボトリング完成です。スペイサイドニュースピリットアベラワー2008年製のウルサイトオリジナルです。これは普通にうまいです。アルコール度数 60% ですね。さっきしっかり測りました。でこっちを見るとね、こんな感じでオークエレメンツがこうあるわけですけど、これ見るとね中に結構こう炭っていうかカスがあると思うんですよ。こういうのがあのエレメンツからも出るしオークボトルからも出るんで、ボトリングするときはしっかりこういうフィルターでこした方がいいかなと思います。でこっちのボトルの方はまあもう特に洗わなくていいかなと思う。洗ったらねこっちのウイスキーのいい成分がついてるのがもったいないと思うんで、あえて洗わずにねまた次の安酒を入れようかなと思います。あで一応ちなみにこれウイスキーじゃなくて、すいません、ウイスキー類でした。はい、これはウイスキーじゃないです。とんでもない安酒ですね。もはやウイスキーですらないっていうね。味はしっかりウイスキーなんですけどね、日本のメーカーが出してるよくわからん系のやつよりよっぽどウイスキーしてると思います。はい、で問題はこっちなんですよね。こっちなんかもう完全に樽香がやばくて普通にうまくないんですよ。一応飲んでみましょうか。はい、まあ、色はねそんなに濃くな、まあ、濃くはなってるんですけど、やっぱりあっちと比べちゃうとねそこまで濃くなってるかなって感じはないですね。こっちはあとオークボーンも入れてないっていうのもあるんで、まあ、その辺も関係あるとは思います。匂いの時点でね結構樽香がついちゃってるんですよね。うん、味はね先月測ったら36ぐらいだったんですけど薄まっちゃってるのもあって、そういう意味ではよく言えばまろやかなんだけど、まあ、単純に樽香がきついかなって感じですね。ただ樽の匂いはねもうなんかバニラっぽい匂いがしてきたなっていう気がします。もう今だったらどんなウイスキー入れても大丈夫なんじゃないかなっていう気がします。だからどうしようかな、ちょっと悩ましいんだけど、一応3ヶ月までなら置いておけるっていう話だったんで、もう1ヶ月くらい置いてみましょうか。っていうのも別にこれ以上こいつがうまくなるっていうことを期待してるわけではないんですが、その方がね樽もちょっと馴染むかなと思うんですよね。で結局また次のブラックニッカクリアをこの中に入れてそれもまずくなっちゃいましたっていうんだったらちょっともったいないじゃないですか。だったらここでしっかりこう海を出し切ってほしいっていう気もするので、もうちょっとねこれをあえてあと1ヶ月くらいは置いておいて樽自体を成長させる、そんな風な感じでちょっと見守りたいなと思います。でこっちの方がねもうそういうこともないんでガンガン実績があるんでガンガン回していったらいいかなと思ってます。結構なんだこの安酒っていう安酒が僕もいっぱい持ってるんで、その辺を入れていってね、まあ、いい感じにこう成長していけばいいかなと思います。いろんな原酒をこう樽が吸収することでね、樽自体もなんか成長する気がするんで、まあ、本当はねファーストフィル、セカンドフィル、サードフィルみたいな感じでボロボロになっちゃった樽は使わないっていうのがあると思うんですけど、それはもう何年も使った樽の話だと思うんで、家庭用で熟成する分にはそんな別に僕買ってからまだそんな1年とかも経ってないわけじゃないですか。かなりヘビーロテしても使えるかなと思います。それでいてスーパーウルトラスモールバッチみたいなところがあるんで、入れてる原酒に対して樽が触れてる面積は広いわけじゃないですか。だから仕上がりは結構早いと思うんですよね。熟成が早く進むというか、こっちとこっちで見比べたらもう色の違いの濃さが一目瞭然ですよね。こっち最初真っ白だったんですよ、本当に無色透明で、こっちはブラックニッカなんで当然色はついてて、これもこれでもさらに濃くなってる方ではあるんですよね。これもうワンチャンブランデーかみたいな色してますもんね。これはねやばいね。色はあれですけど、でも結構美味しいですね。山屋で買ったから確か、またなんかホワイトスピリッツというかウイスキーのニューポットみたいなのがあったらちょっと買ってみようかなと思います。この企画結構面白いなと思いました。でこっちはねちょっともうこういうのを用意してボトリングするつもりでいたんですけど、まあ、もうちょっとあと1ヶ月だけ様子見て、3ヶ月確か1個のお酒で最大でも3ヶ月にしてくださいみたいなことだったと思うんで、まあ、今回はねしっかりそのフルフルでブラックニッカクリアを3ヶ月この樽に仕込んで、しっかりやってからまた次のお酒、まあ、次のお酒入れる前ちょっと水でね中の海を出し切りたいと思いますっていうことをやろうかなと思います。で一応アルコール度数測っていますか、ブラックニッカクリアの。じゃあねスポイトでブラックニッカクリアを作ってここに垂らします。
こんな感じでね、綺麗に垂らせたんで、それを見ていきたいと思います。アウトカメラに切り替えます。今アウトカメラに切り替えまして、見ていきたいと思います。ブラック日課クリアが何度になってるのか。お、これはまさか前回よりもさらに下がってますね。だいたい 32% くらいになってますね。結構急激に下がったなって感じがしますね。ギリ32って感じですね。それではインカメラに戻します。まあ確かにですね、すごいタルコがちょっときつくはあるんですけど、それも若干マイルドになってきたかなって気がします。あと飲みやすさっていう意味で言うと、そのタルコの飲みづらさは別にして、アルコールのきつさっていう意味で言うとマイルドになってきてはいるんで、それっていうのが今まさに測ったようにちょっとね、揮発してアルコール度数が弱まってるのかなって気がしました。それ自体は僕としては織り込み済みなので全然問題ありません。それ以上に美味しければね、4リットルで4000円もしないようなブラックニッカクリアなので、それがまあ多少アルコール度数が、まあ、30度ぐらいまで下がっちゃってもいいのかな。まあそんな風には思ってます。それでもね、ストレートでグッと飲んで美味しいっていうお酒になれば、まあ、十分この樽を買った価値があるのかなと思うんで、この樽に関してはね、かなり長期的にお付き合いしていきたいなと思います。結構奥が深いんでね、使い方は難しいと思うんですけど、僕もこういう動画で情報発信していくんで、皆さんが何かそのやるときに間違いがないようにっていうのでやっていけたらいいかなと思います。で、そうだね、せっかくだからこれにオークエレメント入れちゃうか。さっきのなんかもうちょっとさ、ブラックニッカクリアもさ、こっちほどじゃないにしてももうちょっと色ついた方がかっこよくない？なのでこっちのボトルに入れてたこのオークエレメントを、こっちに入れちゃいたいと思います。えいっと、はい、今ね1個だけ入れました。それでまたちょっとね、1ヶ月様子を見て、まあ最大でも熟成させるのは3ヶ月間にしてくださいってことだったんで、次はねもううまくなっててもまずくなってても一旦ブラックニッカクリアは引き上げて、またちょっとね樽の中を軽く、まあ、軽くじゃない方がいいのかな、洗浄してお水でも、まあ、丸1日ぐらいつけておいて、しっかりこの樽の海樽香っていうのを出し切ってから、次のブラックニッカクリアを入れて、そこにオークエレメントも足して熟成をさせていきたいかなと思います。はい、それではね、ブラックニッカクリアとアベラワーニューポットの2ヶ月目の熟成の経過観察の動画を報告をさせていただきました。また随時こちらの報告させていただきますので、よかったらね引き続きフォローしてもらって、また見ていただけたら嬉しいです。僕はウイスキー以外の動画も上げてるんですけど、再生リストはウイスキーだけでまとめているので、よかったらね関係ないやつはスルーしていただければと思います。それではウルサイトでした。またよろしくお願いします。あ、ニューチャレンジャーバーン。レジェンダリースコットってすごい綺麗な色をしてるんですよ。琥珀色というか、まあ着色してないんだろうなみたいな淡い黄色の色をしてるんで、ちょっとこの中に入れてね、変化を楽しんでみようかなと思います。それではまた1ヶ月後よろしくお願いします。